皆さんこんにちは。49話永久欠番です。本日は7月22日現在の京都産官ニュースをまとめましたので、ぜひご視聴ください。まずはこのニュースから。嬉しい逆転勝利ということで、先週土曜日のジュビロ磐田戦で京都産官は見事2対1でジュビロ磐田に勝利しました。サンガの救世主となるかというより、もはやもうサンガの救世主であるラファエル・エリアス選手が加入初ゴールを決めました、後半戦絶好調のマルコ・トゥーリオ選手のセンタリングを頭で合わせる、すごい見事なゴールで、いや最高の週末を迎え幸せな気分になりましたね。ただ、翌日に予定されていましたファン感謝デーが、選手に多数の体調不良者が発生したため急遽中止することとなりましたね。僕も行くつもりだったので急遽、中止のメールがお昼前に届いてびっくりしました。ただ選手やスタッフの方の早い回復をお祈りしております。今週末に、ブンデスリーガの5号のシュッツガルト戦が開催されるかどうかも気になるところですね。せっかくの親善試合などで観戦したい気持ちもあるんですけども、選手やスタッフの方々の回復が優先事項かなとも思いますので、今後の動向に注意したいと思います。現在の順位を振り返っていきますと、7月22日現在17位、勝ち点25、6勝7分け11敗ということで、まだまだ油断はできない順位ではありますけども、ここに来て復調の兆しを見せているので、次の試合8月7日の名古屋グランパス戦ですね、非常に楽しみにしております。ここに来て、新しい選手の加入が決まりました。超大物外国人であるルーカス・オリベイラ選手の加入が決定、頼ませルーカスさんということで、センターバックですかね、待望のセンターバックの加入ということで期待しております。そしてまた新たな移籍の噂ということで、ブラジル一部ジュベントゥージに所属するフォワードエリックに京都からオファーがあったが、クラブ側が完全移籍しか認めない方針のため、このオファーは却下されたとかという情報もある一方で、こちらはファリアスの加入、ルーカス・オリベイラの他に外国籍選手獲得、京都ファリアス獲得狙う、0.4 億円オファーに幹部反応、選手は前向き。で、どういった選手かというと、27歳で右利きのストライカー。今季ブラジル一部12試合のスタメン出場で3ゴール1アシスト。即戦力級ですね。で、前線ワントップや左サイドで起用されるということで、これまたドンピシャの補強になるのかなという選手が今噂になっております。いや、これ期待大ですね。これからどうなるのか注目したいと思います。で、
ここまでの大熊 GM の働きなんですけども、正直手腕がすごすぎて感動しております。八千田選手、ハーン選手、山崎選手、一味選手といった選手が移籍や、まあ、レンタル移籍する一方で、新たな加入してくる選手たちがもうほぼほぼ即戦力級で、米松選手はジビロ戦です即スタン、ダハエル・エリアス選手はジビロ戦で初ゴールで、ルーカス・オリベイラ選手超大物外国人の加入も決定してますし、カコエ選手もジビロ・岩田選手サブメンバー入ってましたし、でここに来て左サイドできるファリアス選手が入ってくるとなれば、京都サンガの夏の移籍はほぼほぼ完璧と言ってもいいのではないでしょうか。いや、大熊 GM 恐るべしですね。恐るべき手腕でですね。で、現在の京都サンガに加入内定の選手、また入ってくるであろうと思われる選手のリストまとめましたけども、キーパーもかっこいい選手が入ってきてます。センターバックも待望のオリベイラ選手加入が決まりましたし、中盤におきましても米本選手入ってきてますし、で前線に関しましてはラファエル選手で、現在絶好調のマルク・トゥーリオ選手で、ここに来て左サイドにファリアス選手も入ってくるとなれば、いや、すごいことになってますね。正直ここまで補強が進むと思ってなかったので、めちゃくちゃびっくりしております。以上ですかね。また京都サンガに関するニュースや遺跡の噂等があれば動画投稿しますので、ぜひご視聴ください。本日は最後までご視聴ありがとうございました。